ますか。あ、実は録画してます。嘘。めっちゃ気抜いてた。ゆったりしてた。ゆったりしてた。ちょっと唐揚げ食べよう。ゆな、どうだった？私ですか？うん。いやー、でもすごい。めっちゃ溶けた。いやー、ほんとでも、お二人のおかげで、なんか楽しい YouTube 配信になりました。嘘じゃないですよ。いやー、ほんと、冷めても美味しいの、ほんとに。うん。唐揚げも全然そのまま食べれる。あ、ほんと。めっちゃ美味しいです。すごい、噛んだらもう、肉汁、ぶわーって出てくる。すごい。最高。うん。ごめんなさい。YouTube の配信でザンギ食べ忘れたんですけど。今食べよう。めっちゃ美味しいです。しかもさ、このザンギなんか、ちょっと上が白い粉みたい。なんていうんだろう。うん、カスタード風な、そうなんですよ。カスタードついて、大好き。すごい大きい、ほんと。うん。断面が違う。これ絶対レモンかけたら美味しいですね。ねえ、今ちょっとレモンの近く食べたからめっちゃ爽やか。うん。美味しい。うん、いやでも本当にさ、ロケ行きたいよね、3人で。うん。焼きたいですね。ねえ、まあ、道もりもそうだし、YouTube でも。ロウガイ行きたくないですか？ロウガイ？ロウガイ？ディズニー！ディズニー！うわー、めっちゃいい。え、富士急行きましょう、富士急。富士急行ったことないか。富士急行きたい。めっちゃ楽しい。行ったことないから行ってみたい。何が楽しいの？何が一番楽しいの？なんだっけな。お化け屋敷？ええじゃないか？なんかもう。靴脱ぐんでしたっけ、なんか足がブラブラで、もう、楽しい。お化け屋敷はもう私苦手ですね。入りもやだ。やだ。行けない、行けない。いやー、そうなんですよね。しかも、長い。もう、長すぎて、弁当が入りました。でももう、見てないです。何も見てない。もう、目つぶって。富士急だったらあれですね。ヨネツさんいますね。山梨県だから。富士急って山梨なんだ。うん。うん。山梨だ。あ、じゃあ、3人で行って会いに行きますか。え、めっちゃいい。もう私がめっちゃ会いたいだけだけど。なんか、やっぱ当該は自腹でって。うん、マネージャーさんから来てるから。グリーンランドなら OK って。そっか、老外はいけないのか、そしたら。自費でなんですね。自分たちで取ってくる。取ってくる。え、ちょっと、母の日やったから。うん、日もやんないとかわいそうかな。そうですね。え、父の日ってちょっと忘れがちじゃない？私今回は忘れてました。そう、もう、もう忘れてて、この間気づいて、うん、普通に過ごしてたら忘れちゃうんですよね、なぜか。ねえ、わかる。なんか6月ですよね、父の日って。そうそう、第3日曜日。もう覚えてない。確かに第3日曜日だった気がしない。そしてお宝。うん、もう
心理ラジオで、あ、本当のやつだ、限定でなんか買ったみたいですね。え、何個ぐらいあるの？これと、これと、え、すごい。5、6個。5、6個あります。ずっと片足、うん、ずっと片足、うん、片端、そうなんだ、すごい集めてましたね、好きなんだね、うん、それこそなんだろう、その海外に遊びに行った時とか、うんうん、そこのお店に売ってるガラスでできたガラスの靴とかも買ったりして、そうなんだ、すごい集めてました。ガラスの靴マニア、何王子様必要なのって娯楽に必要な、娯楽に必要な、そこら選ばなきゃいけないのかな、そしたらどれがいいってすごい上から目線。沙織さんは宮本投手、選手、宮本選手だね、選手のサインボール、すごいこれ、うん、でも実際この親戚がどうしてこう試合に行ってもらったのか、うんうん、なんかイベントでもらった、なんでもらったのかわかんないけど、なぜかうちにくれたんだよね。いや、すごいね、もうだいぶね、これ日に当たっちゃってすすけてるあちゃんとケースにね入れとこうって思った、消えそう。誰が一番食べれるか、食べるか勝負しましょう。 YouTube でやりたいこと、本当にくだらないこと言っていいですか？うん、全然よ、 YouTube だから